千乱カグラ、少女たちの新衛マイナスは2011年9月22日にマーベラスエンターテイメントから発売されたニンテンドー d 3DS 用ゲームソフト。キャッチコピーは命がけで取りに来て。現代に生きる忍者の育成機関、国立半蔵学院に在籍する5人の少女が悪の勢力に立ち向かうというストーリーで展開するアクションゲーム千乱カグラシリーズの 1> 第1作であり、一気当選、ゲームシリーズ3作に続く、爆乳ハイパーバトルシリーズ第4作目。コミックやアニメなどの多角メディア展開も行われている。高木健一郎が企画し、シナリオは北島行徳、キャラクターデザインは八重樫みなみが担当した。登場キャラクターによるドラマパートと横スクロールで展開される、アクションパートで構成されている。 爆入ハイパーバトルというジャンル名が示している通り、キャラクターの胸の揺れやカメラアングルの際どさ、ダメージ時のコスチューム破壊などといったセクシャル表現や演出が全面的にフィーチャーされている。2019年8月のエボ2019にて 2D 対戦格闘ゲーム、ブレイブルーシリーズ新作ブレイブルークロスタグバトルへの参戦が発表された。 登場人物の名前はコードネームであり、一般人である鈴木を除き本名ではない。アニメ版で追加した設定と故障はゲーム版と異なる。通称、半蔵。学生数百例人を抱える名門版も世賃、学校。しかしそれは、表の顔で、真の姿は国家に所属し国益のため働く忍ぶの、集団、前押しを養成するための秘密機関。 専門の推し学科は通称推しクラスといい現在の生徒数は5名。所属者は学院寮の入居が原則。所在地は浅草をモデルにしている。工場は舞忍部。通称蛇女。その規模や拠点の位置などがすべて謎に包まれている。依頼主となる悪徳政治家や闇企業の私的な利益のために違法行為も厭わず。 任務を遂行する悪押しを要請することが目的。悪は善よりも寛大であるとして善押しの一族だろうと本校の悪押しと戦ったものであろうと入学を拒んだりはしない。忍術の修行は半蔵学園よりさらに厳しく死傷者が出ることも珍しくない。しかし生徒たちの行き場がここ以外にないために入れ替わりはあるが全体的な人数は変わらない。また、 下人が上人に対して勝負を挑む下国上のような拘束も存在する。ヘビー女編では彼女たちから見たストーリーが追加され、今まで明らかになっていなかった部分が公開されている。アニメ版ではお城のような建物とまるで地獄のような広大な訓練所が登場した。工場はマイジュンジル。第1期、第2期原作表記は全てマーベラスアクル。 千蘭神楽、原田瞳、北村入りのニューニューラジオが、音線で配信された。パーソナリティは、アスカ役の原田瞳と,と、炎役の北村入り。千蘭神楽、原田瞳、今井さみのニューニューニューラジオが、音泉と、響きラジオステーションで配信された。パーソナリティは、アスカ役の原田瞳と,と、イカルガ役の今井さみ。年月から月まで、第期。 千乱カグラが ATX、千葉テレビ、サンテレビ、テレビ愛知、東京 MX、BS11 にて放送された。全十に話。ナレーションは、藤本幸太郎。2015年3月29日に特別編、千乱カグラエステバル vs 水着だらけの前夜、祭りが放送された。2018年10月から12月にかけては、第2期。 千乱カらし忍びマスター東京用魔編隊が ATX 他にて放送された。霧夜先生からの命令で試験を受けるために、里帰りしたアスカは、祖父の半蔵からの修行を終えて、数ヶ月ぶりに戻ってきた、国立半蔵学院で、太巻きを手土産に、クラス委員の怒る先輩のカツの、後輩の野ギとひばりとの再会を喜ぶ。しかし、 学院に帰って早々や霧夜先生の厳しい修行の日々が続く中、唯一苦手としている秀人法の修行で自分だけが召喚獣を召喚できないことに悩んでいた。数日後、アスカは半蔵に悩みを打ち明けるが、家計の都合で召喚できる生き物は彼女が最も苦手としているかわずだった。半蔵からこれも おしの試練だと言い渡されたアスカは初めこそ拒絶するが、イカルが特訓に付き添うことで、ようやく河津を克服する。そんなある日、イカルよりも高い戦闘力を持つ炎、ええ、日陰、未来、はるかに襲撃される。その翌日、半蔵学院に対抗して設立された悪信部、養成機関、比率蛇女子学園のことを切り寄る先生から知らされた、アスカたちは、 学園の争いに巻き込まれていく。2013年3月27日から8月28日まで発売された。ブルーレイ、DVD 各館に収録の短編アニメ。NEC ビッグローブのスマートフォン向けアプリのカードコレクションゲーム、嫁これに参加している。取り下ろしボイスが用意されている。戦乱カグラスパークに関するカテゴリー。 千乱カグラグレンのヘビマイナスに関するカテゴリー、千乱カグラに関するカテゴリー、千乱カグラ忍びマスター東京用魔変態に関するカテゴリー、ありがとうございます。